カルロス一世は、ポルトガル国王。暗殺されたことから、柔軟王と呼ばれる。ルイス一世とその王妃であったイタリア国王、ビットーリオイマヌエール二世の王女マリアピアの長男で、ある。1863年に、リスボンで生まれ、1889年10月19日に、不足位した。カルロスの豊満な財政運営、共和派に対する弾圧、そして自らの不倫は、 ポルトガルの君主制の運命を決定づけるものとなった。植民地経営では、イギリスとの間にウィンザー条約を結んで、アフリカ情勢を安定化させたものの、内政では1892年6月14日及び1902年5月10日の2度に、渡って財政破綻を宣言し、これは産業への混乱、社会主義者、共和主義者の台頭、そして王政への批判を招いた。 国内の不満に対して、カルロス一世は1906年に、ジョアン・フランコを首相に任命し、続いて、議会の解散を再開することで応じた。国王暗殺事件1908年2月1日、カルロス一世と王族たちはビラビソサの宮殿から、リスボンへ帰還の都についていた。一行はアルマダまで馬車で移動した後、定ョ川を船で渡り、リスボンの繁華街であるカイスドソードレで上陸した。 そして王宮へ向かう途中、コメルシオ広場を通り過ぎた時に王が乗っていた馬車は、群衆の中から撃たれた。カルロス一世は、即死、王太子であった長男のブラガンサ公爵、ルイス・フィリペは、致命傷を負い、約20分後に死亡した。次男のベージャ公爵マヌエルも腕を負傷している。発砲した人物は少なくとも二人とマヌエル・ブイサ、が、どちらも直ちに護衛によって殺害され、 後に彼らが共和主義者であったことが明らかになった。数日後、マヌエルはブラガンサーサ、そしてポルトガルの最後の国王マヌエル2世として即位した。1886年にパリ博、フィリップの長女アメリアデオルレアンスと結婚した。二人の間には二男一女が生まれた。また、マリア・アメリア・ラレド・エ・ムルカとの間に、諸子、マリア・ピアで、 サクソニアコブルゴブラガンサがいたという主張がされた。ありがとうございます。